バスローブの一例バスローブとは、ゆったりとした長い上着。主に入浴後に着用。シルクなどの素材を使用した厚手のタオル値が一般的。ゆったりした外衣として定義される英単語のローブは、フランス単語の意味から取られた女性のドレスという意味のローブがあるため、その袖のようなケープやマントのような他の似たような服特別された。現代では西洋においても、 入浴後のバスローブの着用が一般的とは言い難い。通常の着用方法はバスタオルで体を拭かずに濡れたまま着用して水分を吸着し体が十分に乾燥してから脱衣する。このような観点から日本の浴衣が寝巻きや外着を兼用できるのに対してバスローブはあくまでバスタオルの代用品であり衣服としての機能は一時的なものに過ぎない。バスローブは その名の通り、元はローブから始まった。ローブは歴史の過程を通して大きな役割を担っており、バスローブの他に多数のローブがある。ローブはもともと裁判官や弁護士のための服として宗教儀式で着用されたほか、学術メモリの一部として使用された。それが時間が進み、これらの様々なローブが今日のバスローブに変化していった。 ゆったりした外意として定義され、英語の単語のローブはフランス語の単語の意味から取られた、女性のドレスという意味のローブがあるため、その袖のようなケープやマントのような他の似たような服と区別された。ありがとうございます。